基本的なことは口頭でお話ししたりするんですけど、その肝心の技術的なとこはやっぱり先輩杜氏さんの技を盗むっていうか、あの表現悪いんですけども、そういう感覚で自分の身につけてきたように思います、はい、以前から新しい杜氏に出るのは先輩の杜氏さんに推薦を受けて違う酒屋さんに杜氏として赴任するんですけども、先輩から離れるっていうことは心細いし、自分は試されると思うんで、最初の新任杜氏の時はあの身も心も大変だったと記憶しています、はい、あのそれはやっぱり第一に蔵人の皆さんが安全に仕事してもらわな、怪我させたらいかんっていうのは一つありますし、それにまして狩場商さん、こう地酒屋さんですんで、大手さんではやっぱり組織通じて販売されるんですけども、その点が違いますんで、やっぱりお客さんに喜んでいただけるお酒作りを第一に考えて、そのお客さんに喜んでいただけるというのは、まあ、幅広くて難しいんですけども、大手と違った感覚が必要だと思います、はい、やっぱり店の方のとも蔵人とも家族関係みたいな関係で、それこそ親密に連携しようで、お客さんの思考も考えながら作っていくのが地酒作り の, 要点というか難しいところだと思うんですけどもね、はい、一工事二元三作りで先輩当時からも教わって、当時としては一番心せんな言葉やと思うんで、お酒というのは麹が元、蒸し米を麹菌が働いて蒸し米を糖化して、その糖化した糖分を栄養にして酵母がアルコール発酵するっていう、その日本酒独特の平衡発酵っていうのがございますので、第一麹ができてないと酒が作りにくいっていう感覚は私の大事な考え方でありまして、奈良ではやっぱり宮水っていう酔い水がございますけども、地酒屋さんになるとやっぱりそれぞれの糸が塩なんで軟水になりますんで、おとなしいお酒になりやすいんで、お客さんにどう反応されるかが問題やと思うんで、そこらに気づかったことがありますね、はい、何べんも言うようですけど、お客さんの喜んでいただく笑顔、ようお客さん来られるんですけども、それが一番の心の支えやと思っています、はい、以前と違って今は若い方の後継者っていうのは大変少ない感じで、この国酒っていう伝統あるお酒作りを我々の元気の間にやり方、技術、そういうものを受け継いでいただいて、丹波杜氏の伝統をずっとスウェーデンでつなげていただくのが希望することなんです、はい。